介してもらいたいんですが、紹介するんですが、まず一番上、なんかスペリオリティの話。なんか、ゴールを共有しているモーションってありますよね。ゴールを共有しているモーションにおいて、ガバメントはガバメントでモーションのプランを出すと。で、オポジションはオポジションで、まあ、ステータスコを守る。もしくは、まあ、ちょっとカウンタープランというか、まあ、ちょっと自分独自のモデルを出しつつ、こう、勝負していくみたいな。ってなった時に、こっちのサイドの方がより、まあ、エフェクティブやで、とか、こっちのサイドの方がより、苦しむ人、まあ、ビクティムとか、ハームを少なく、相手側が成し遂げようとしているゴールをキャプチャーできる例とか、こっちの方がより、こう、マジョリティとか、ボナラブルによりアクセッシブルで、やで、とか、こっちの方がよりこうサステイナブルで、短期的なこう、何ですか、インジェクションじゃなくって、長期的に続いていく、まあ、望ましいサステイナブルディベロップメントが達成できるよっていう感じの、こう、あれですね、1個目、まあ、スペリオリティの比較軸です。モーションをね、パッとこういうところで出せたらいいんですけど、メイさん、モーションなんかあります？例えば。あの、HPDU の、なんだっけ、なんだっけ、大体、でも大体フェミニストムーブメントはこれだと思う。うんうんうん、そうやね。なんか、ソーシャルムーブメント系は結構。フェミニストムーブメントからどっちがいいですか？だから、フェミニストムーブメントがより成功するため、より社会に影響を与えられる方。はい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 、はい。そのなんだろう、フェミニストムーブメントだから、こう、ある程度のゴールの、こう、定めは似てくる。なんだろう。誰もなんかジェンダーイニコリティを、なんかもっと進めようって気にしたら出てこないから。うんうんうん。そうやね。そう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 。まさにおっしゃる通りですね。そう、なんか同じアクターを、例えばなんか、企業にで働いてる女性の立場を上げたいんだったら、なんかそのゴールを共有した上で、どっちがいいですかみたいな話を聞く、うん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 、いいですね、メイさん、素晴らしい補足ありがとうございます。はい、そんな感じです。もうゴールをシェアしているときはこっちの方がまずもうプラン単体として、まあプランというか世界観単体としてよりいい感じで人を救えるよっていうのをまあお伝えしてあげるっていうのは割とあるあるの比較軸というかなんで、うん、まあ使ってみてください。あとなんかコツとしてはそのゴールを説明するときになんか相手がなんか、絶対アグリーするような言い方で言わないといけない。なんていうんだろうな。なんか、その、ゴールを説明するときはコンテンシャスな説明しちゃいけなくて、なるべくなんかこう、相手もコンシードせざるを得ないような感じで、いやって、あなたたちもこれ目指してるんでしょみたいなので言うと、比較をしたときに、なんかこう、ね、差が見えてくるっていう。うんうんうん。そうですね。いいですね。なんで割とあれやな、なんか、ウィップスピーカーとか、サードとか、リプライの段階とか、まあ、セカンドでも全然できるんですけど、こう、クラリフィケーションみたいなところで、ちょっと、サインポストに入る前に、コンパリソン、サードアグメント、I have comparison みたいな。で、その、before moving on to comparison, let me clarify the fact that we are, chasing for exactly same goal. We'd like to solve exactly same actor.As opponent side みたいな感じで、ちょっと一緒の目的を達成したいんやでっていうところを、こうね、ジャッジに訴えつつ、じゃあメソッドとしてどっちの方がいいのかっていうところをいくつかのクライテリアから見ていきましょうみたいな感じのクライフィケーションがあると、ジャッジも、おお、すげえってなるので、うん、かなり分かりやすいスピーチができるのではないでしょうか。はい。はい、いいと思います。で、二つ目、ネセシティとかアージェンシーの話で、なんか相手の話してる世界観のプロブレムしょぼくね。それよりもこっちの方が優先されるべきやろ。だからこっちの方がよりプライオリタイズされるべき世界観なんやで、テイクアクションして、もう、まあ、こう救わないといけない世界観なんやでっていうのは、割と、何ですかね、比べれる比較軸なのかなっていうふうに思います。そもそもプラン取るってなんでなんて考えたときに、うん、モーション出てくるってなんでなんて考えたときに、現状がまずいから、このプランで変えちゃおうっていうことですよね。で、その現状が、うん、選択モーションだったね。うん。現状がそもそもそんなに大したことなかったら、別に
そこまで取らんでよくないみたいな。で、現状、全然無問題とは言われない、言えないんですよ、絶対。ノープロブレムアットオールとは、最終的に言えなくて、そんなんやったらもうディベートにならないじゃないですか。だけど、まあ、ある程度を減らしてる感じですね。程度を減らしつつ、いや、それよりかはこっちの方がよりアージェントでっていう感じの言い方に持っていく。っていう感じですね。うん。エグザンプル言う？エグザンプルは、例えばですね。いや、私もあるよ。あ、マジ？なんかこれパッと思い浮かんだのが、なんか、リーガライズ・チャイルド・レイバーみたいな。コンテクストをかなりこう、しっかり叩き上げて、かなりディベロッピング・カントリーのこう少年で、今まさにこう、何？経済じゃない、なんか教育とかよりかは、長期的に国が発展していくとか、長期的に確かにパワーティーチェーンを抜け出せるかもしれない、もうなんかそんなもようわからん、ね。ね、そこまでじゃなくて、今まさにアージェントなシチュエーションにいて、本当に明日のご飯とか、メディケーションとか、セーフウォーターとかが必要、みたいな感じ。うん。うん。こっちのプロブレムが本当にアージェントなんやで、っていう感じが、一個、モーションの例出しときます。なんかメイさんありますか？あ、まあ、だからそれに関しては、なんか子供が教育を受けるべきかっていうのとその比較してるんだけど、その教育を受けてなんか数学とか理科とかできるようになるよりもなんか今そのなんだろうご飯を食べる方が必要ですとかそういうことですね、うんうんうん、そう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 、うん、はい、うんうんうん、あとはあとなんかネセシティを切るにはなんかそのどうやってガバが設定してるまあガバでもまあこっちの相手のチームが設定してるプログラムを他の方法でも解決できるのかっていうとあのなんか必要なくなる、うん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 、確かになんか僕もそういう言い方するときあってなんか相手の話してることってすっごい簡単なマイナーフィックスとかマイナーリペアでこうある程度まあビクティブの数とかハームの数って減らせるよねみたいな一方こっちってもうこのプランでしか抜本的に解決できないよねとかいう言い方も僕はたまにするそう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 いうなんか比べ方はすごく大事なんか、うんうん、You have to put things into perspective なんかディベートの本当にモーションだけの話をしているとなんか視野が狭くなっちゃうんだけどそもそもなんか世界ってどういう場所だっけみたいな感じで比べるとなんかジャッジがちょっと分かりやすい、うん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 いいですね。ありがとうございます。はい、一個一個聞いていこうか、質問。なんか、このクライテリアで、ここまで2点話しましたけど、質問ありますか？てかさ、何時までさ、やるんだっけ、これ。まあ、一応1時間半から2時間の間で見てもらったら。あ、じゃあその10時までにラウンドが終わればいいっていうことだよね。うん。あ、大丈夫？メイン、なんか、後ろある？いや、別に私ないんだけど、うん、あの、そしたら、多分この説明自体は30分くらいで終わらせないとダメかな。ああ、はい、はい、賢い。あの、まゆみさんから、タイマネ気をつけてって言われたから。タイマネって言われる。OK です。じゃあ、はい、なんか質問あったらですね、全然こう急にマイクオンにしてもらって、それってどういうことですかっていう感じでこう 言ってもらって大丈夫なんで。うん。じゃあ次、丁寧だけど、今までのやつだとペース的に多分全部終わんないから、頑張って。うん、そうやな。じゃあ次行きます。ショートターム、ロングターム。これはまあ、そこまで説明しなくても、割と高校生でも使いこなせてる方は HPU では多かったです。ショートタームでは、確かにそれっていいかもしれないけれども、ロングタームで見たときに、こっちの方がいいよ、みたいな感じの言い方で使います。ソーシャルムーブメント系とかに多いね。うんうんあと、あれやな、IR とかにもそうやね。コンフリクトをソルブする系とか、まあ割と、そうですね。お、いい感じで人が入ってきます。で、そこでちょっと言うときに大切なのは、ショートタームのハームでは起こるかもしれないけど、ロングタームで、じゃあ大丈夫だよ。じゃあロングタームでこういう風に変わるからいいんだよ。っていう風に言うだけではちょっと不十分で、確かにそれでもいいかもしれんけど、じゃあ、ショートタームのハームは起こってしまってるわけなんで、
なんでそれがジャスティファイできるエクステントのレベルか、なんかの理由をつけてほしいですね。理想としては。ジャッジとしては、そこを聞きたい。うん、確かに長期的に見たら変わるから、うん、っていうふうにはちょっと単純にはなりにくいですね、僕は。どうですか、メイさん。そうだね。なんか長期的には、例えばなんかその今ハームされちゃう人も救われるよみたいな説明とかがあると、なんかショートタームハームって別に後々ミティゲートされるんだったらまあいいやみたいなし、うんうん、あと、なんだろう。あと、なんかあとさっきのなんかデベロッピングカントリーにおいてチャイルドレーバーをこう、なんか OK にするみたいなやつも、確かにチャイルドレーバーによって学校に行けなくてそういう将来が見込めない世代はいるかもしれないけど、彼らはその自分たちのお金があることで自分たちの子供にはその自分たちが経験できなかった教育とかを提供できるようになるから、ロングターム的に彼らも別になんか違う意味でハピネスになれるよみたいな、うんうんうん、同じか同じ例だ、うん、いいじゃないですか、はい、うん、バッチリバッチリ、僕はそこはもう色まないです。こんな感じでこうショートターム、ロングターム使いこなしてください。何でもいいから理由をつけるっていう、うん、で逆にですね、ロングタームで勝てそうにないなっていう時は、逆にいかにこうショートタームのハームがこうインテンスでイレベカボーエクステントなのかっていうのをこうちょっと説明してあげるとよろしいですね。パッとモーションが出てこないんですが、うん、こういうモーションが結構、コンテクストの取り合い、その次がコンテクストの取り合い。コンテクストでなんか荒れる試合とかは、まず、プロブレムハームとかベネフィットとか、そっちに行くよりかは、そもそもこのコンテクストって、ディベート、どっちのコンテクストがよりありそうというか、より採用すべきコンテクストなのかなっていうのを、ちょっと、まあ話し合わないといけないディベートがありますと。コンパリソンかと言われれば、まあちょっとあれなんですけれども、なんかパラレルって聞いたことありません？あのなんかね、コンテキストの取り合いの時は、なんで自分たちの方がリアリスティックかっていうのと、うんうん、あと、なんでその自分たちの方がよりメカニスティックリーズニングを出したかみたいな、そういう結構テクニカルなところの主張をすると、コンテキストの取り合いでは勝てる。うん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 。例えば。なんかセミモーションはすごい多い。うんうんうん、なんかどういう、例えばなんか、じゃあこの発展途上国における女性の権利なのか、それとも先進国における女性の権利なのかっていうコンテクストについて多分取らなきゃいけないスタンスが違うから、うん。なるほど。で、なんかそのコンテクストの取り合いだともう一つ大事なのが、そのプログラムがあんまりないところのコンテクストってやっぱ弱くてディベートになりにくいから、うんうん、いや私たちこのモーションにおいてやっぱりなんか解決しないといけないのは一番問題がやばいところだよねみたいな比べ方をすると、またコンテクストで勝ってる。うんうんうん。例えば僕が見たラウンドやと HPDU のラウンド4、本戦ラウンド4で、まあフェミニストムーブメントはアファマティブアクションフォーウェメンにオポーズすべきっていう論題があったじゃないですか。で、ガバメントのコンテクストは女性のもうシステマティックイシューとかはすでに解決されてるよっていうところが前提のコンテクストだったんですね。例えば教育の機会もそうですし、そう政治参加のもそうですし、システム的、法律的には男女平等じゃないですか。なので、もうこれ以上アファーマティブアクションとかはもう必要ないっていうスタンスだったんですね。で、オポジションのコンテクストは、まあ、そこはまあ、グラントすると、確かに法律的な意味、形的な意味での、こう、平等っていうのはある程度実現されてるかもしれないけれども、でも、まだまだ全然フェミニストムーブメントのパーパスとしての、こう、イコリティっていうのが全然、こう、ストラクチャリー、impossible to access みたいな面っていうところがすごく残ってるとっていうコンテクスト。なんか確かにオポチュニティにめちゃくちゃ有能な子は入れるかもしれないけど、そもそもそれをなんか自分の夢にできない状況とか、なんか文化みたいな面で、あのアファンティバクション必要だねとか、オポチュニティあっても別にアクセスできなかったら意味ないよねって。そう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 。なのでそのディベートでどうなったかっていうと、アファマティブサイド、ガバメントサイドは、こう、形的には全然システム的、法律的には整えてるから男女平等って言ってるコンテクストが、最終的にはこう、オポジション頑張って押してくれて、いや、それないからみたいな。確かに形的にはそうかもしれないけど、さっきちょっとメイが言ってくれたみたいに、こう、何？ノームとかがすごいあると、ドミナントメールノームがすごくあって、
で、それだけでは全然女性が自由にアクセスしようと思ってもできないエリアっていうのはすごくいっぱいあると。ポリティカルパティシペーションであったり、別に大学の進学率、大学の進学率、なんか工学部とかなんかそういうのも難しいと。っていう風になったら、ファウンディアクションがオンリーウェイだよねっていうところで、こうコンテクストを、本当に女性にとって、こう本当にフラットなコンテクストなのか、それともちょっとオプレッシブなのが残ってるコンテクストなのかっていうところで、最初にこうオポジションのコンテクストを採用したっけ、採用せざるを得なかったから、うんうんうん、ガバメントはちょっとしんどかったんですよね。そうそうそう。うん。というところで、そういうケースもあるよっていうところで、まあ、意識していただいたらいいんじゃないでしょうか。Justification。Justification は、まあ、ここに書いてるとですね、最後の最後で僕は出します。なんか、確かにプラクティカルコンセクエンスも活用みたいな感じの言い方をしといて、1個目のサインポストで。で、もう even if みたいな。even if、確かに向こうのベネフィットが大きかったとしても、もしくは向こうのハームの方が大きかったとしても、still, なんか we have opposed みたいな。なんでかって言ったら、それは not justifiable way だからとか、not valid way だからとか、そういう感じで言うと。いうのは僕は結構使いますね。バンタバコとかそうでしょ、やっぱり。そこでしょ。うん。うん、ベタに。うん、あと、臓器売買ね。臓器売買合法化しますって。うん。なんかすごい、うん、あれですね、臓器の供給量が増えて、で、こう、なんですか、臓器を買ったら、ヘルスイシューとかすぐ解決できて、確かにこう一部の人にとってはライフロンジェビティってのはすごくアップするけど、まあそこはもうグラントすると、そこはわかるけど、でもあれやんなみたいな、その臓器ってじゃあ誰から来たみたいなところが掘っていって、もうほぼほぼチョイスもなくて、かつもうそれすらもうそれを売ること売って、でそこのラショナルチョイスも全くなくて、そういう人から巻き上げた臓器で得た寿命とか健康って出したっていいのみたいな、そんなわけないじゃんみたいな、うん、っていう感じの言い方、うん、確かに方法論的には、うん、そのベネフィットとかハーム自体発生するかもしれないけれどもっていう感じの言い方で最後に持っていく、うん、まあコンパリソンではないんですけどね、コンパリソンではないんですけど、まあ一応最後のウィップのエンゲージメントとかでこう絶対必須ですね。はい、うんうん、そしてなんでジャッジがこれそのクライテリアでそのモーションを見るべきなのかっていう理由があるというんじゃない、うん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 、確かに確かに、かなりなんかタバコなんだったら、うん、なんかそもそもなんか人々の幸せって別々なんかその人にとって違うんだから、たとえなんかゴールが達成できてもそのなんかゴールなんかその人々の選択を守りたいってところに立ち返ると、なんか、タバコは断酒だね。うん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 。あれですね、性犯罪者が出所した後も GPS つけるっていうモーションがあるんですけど、で、ガバメントは、うん、いや、普通にこう、なんですか、レイプされちゃった方とかがすごい心配やから、それをこう未然に防ぐために、みたいな感じのことをこう言うんですよね。で、オポジションは、確かにそのベネフィットはあるかもしれんというか、もう、最終的に認めざるを得ないところ。認めた上で、いやそんなん普通にフリーダム、なんかフリーダムインベージョンしてるよねっていうところに、こう、だから、それって確かに、こう、なんですか、デタランスとかにはエフェクティブかもしれないけれども、絶対、こう、インバリッドだよねっていうところ。で、そこの、こう、メイが今言ってくれたみたいに、こう、あと、こう、理由をしっかりサポートする、理由付けをして、リハビリテーションが終わったから出所してるんであって、だからこう政府っていうのは、こう一定期間のピリオドのリハビリテーション終わった人は、もう本当に何ですか、普通の人と一緒みたいにこう接しないといけないよね。セカンドクライム、何ですか、クライムのポッシビリティは確かにあるのかもしれないけれども、みたいな。職業差別も禁止されてるよね、とかこうアナロジーをつけつつね。うん。こんな感じですね、ジャスティフィケーション。はい、ではですね、一旦ここで質問を募りますけれども、どうですか、質問ありますか、なさげ
あ、一瞬だけいいですか？いいですよ、いいですよ。なんか、この前、アイゴさんの練習の時に私とアジアンのリプライからコンパニー的なことをし始めたら、なんか、ニューなことだよって言われてしまって、うん、なんか、ニュー、でもリプライから初めてコンパレってしていいもんなんですか？コンパリソンってピュアなコンパリソンのケースもあれば、ちょっと律論の要素も含んでるコンパリソンもあるんですね。で、この前、ナナさんがやってくれはったのは、あれですよね、クォーターの話ですよね。クォーターの話だったんで、はい、ちょっとコンストの部分が、にかなり依存したコンパリソンだったので、ちょっとそれに言うかな、リプラガバリップで出すには遅いかな、遅すぎるかなっていう感じでしたね。うん。うん。なんか、ニューって聞かれるの、ニューっぽいなって思われるのは、大体その、なんか結論が新しいものが出てくるとニューに聞こえるから、なんか結論が同じことを新しい分析とかで、補強するのはニューじゃないっていうふうに私は思って。うんうんうん。なんかそれを本当になんかこう見せ方が大事で、じゃあこのなんか今まで私たちが押してきたこのゴールに関して、まあ相手のチームはこうやや言ってきたけど、でも実はもうちょっとよく考えるとこうなんですみたいな新しい分析出すと、うん、なんかエンゲージメントっぽいし、あとその同じ結論とか同じケースを補強するために言ってるっていうふうに印象ができるので、なんか、うん、それが大事かな、うんうんうん、と思います。ありがとうございます。はい、あとあれですね、ちょっとニューっぽいのを、まあ本質コンパリソンとはちょっと関係ないんですけど、ニューっぽいのをこう防ぐためには、やっぱり、このスピーカーがこういう風に言ってましたけどっていうクォートの部分を、もうかなり、本当に前のスピーカーが言ってた言葉と一緒の感じにするっていうのはかなり重要ですね。ワーディングとかもそんな新しく変えない。うん、で、特にその、どのスピーカーが言ってたのかっていうのもちゃんと明確化する。DPM が言ってましたけどとか PM が言ってましたけどみたいなっていうところはかなり重要ですね。うんうん。でこれは別に自分サイドのスピーカーの言ってたことをクォートするだけじゃなくて、これ意識しとくと、なんか相手サイドの言ってた反論、相手こう言ってましたけどっていうところのこう何ですか、ジャッジが確かに言ってたっていうところでパッと咲かせるんで、そういうところもちょっと意識していただいたらいいんじゃないでしょうか。はい、うん。じゃあ最後ですね、プリンシプルコンシスタンシー、コントラディクション。うん、相手の話、プリンシプル的に一貫したスタンスじゃなくね、それに比べてこっちは、てんてんてんっていうことですと。はい。これはなんで変えたかっていうと、なんかディベートって、そもそもまあ、ベネフィット・ハームだけで、まあ、僕とかも割とこうベネフィットハームをシンプルにドカンって比べるディベートは好きなんですけど、そもそもこうやり方的に、こうやり方の背景のこう、何ですか、目指す目的的に、それってなんかスタンスとして一貫してないよねっていう指摘の仕方、それに比べてこっちのサイドってもうこの目的を守るためにこれをずっとやってて、みたいなすごい一貫してるよねっていう言い方があります。で、まさにそのさっきちらっと言ったんですが、なんかこう性犯罪者に、なんかこうまあ、再犯を防ぐために、こう出所した人としても GPS をつけるみたいなモーションで、なんかオポジション、僕ちょうどね、それガバメントが三井さんのチームやったんですよ。で、オポジション僕で、ね、負けたんですけど、オポジションで、そう性犯罪者の方とかもすごくかわいそうじゃないですか。なんかこうオポジションのモデルで、いやもうすっごい監視カメラも増やしますとか、いろいろ言っちゃったんですよ。監視カメラも増やして、みたいな。で、何ですか、うん、まあ、そんな感じのことをして、なるべく、こう、再犯を防ぐようにしますっていう感じのことを言ったら、三津さんがウィップで、いや、それって、じゃあ、なんかこっちの、なんかもう一番の目的のプリンシプルである、こう、ビクティムの、こう、さらなるビクティムを増やさないでおこうっていうパーパスにはアグリーしてるっていうことだよね、みたいな。その割に、なんか向こうは、こう、ビクティムの、なんやろ、デタランスを防ぐために、わざわざ監視カメラを増やしてるってことは、それってある種、こう、人々のプライバシーを、こう、侵害するっていう事実自体はアグリーしてるんだよね、みたいな。それって、その割に、オポジションって、ほら、フリーダム・オブ・モビリティとか、なんか言ってるけど、
それってこうスタンスとして一貫してなくないみたいな感じのことをこう三井さんに言われて、わーって負けた試合がありました、ね。はい、特にあれですね、なんか今のケースみたいに、こう、ガバメントがすごくいいこと言ってて、かつこう、オポジションが、なんかこう、細かいモデルとかをつけるじゃないですか、やっぱり。モデルつけたときに、そのモデルってなんでつけたんかっていうと、っていうふうに、そう、反対側から言える。プリンシプリ、コンシーリットやから、そのモデルつけたんやろみたいな感じ。うん。うん、なんかめちゃくちゃ有名なやつだと、そのバンアボーションっていう、なんかモーションで、ガバメントが、なんか命は絶対守らなきゃいけないって言ってるのに、でもなんかレイプビクティブのアボーションは OK って言ってて、うんうん、でなんかオポジションが、え、何それどういうことみたいな。で、なんかレイプビクティブの場合はなんか命の優先順位つけていいって言ってるってことは、他の状況でも命の優先度つけてもいいってことだよねって言ってて、で、オポが、オープニングガバメントがピエンってなってた。うん。あるあるある。うん、ぜひ WDC グランドファイナル2000何ぼやあれ。9とか。2009。ちょっと今じゃあパッと YouTube 探してくるんで、メイさんなんかちょっと話しておいてください。はい。私のやつも言っていいじゃん。いいよいいよいいよ。あ、なんかサーテンティの話は、まあ、またちょっと、まあ、パートさっきちょっと触れてるよね。なんか、どっちの方が起こりうるかなっていう。うん。うん、じゃなんか私のね、少し、まあ、文章長いんだけど、パパパパ説明するよ。うん。まず1個目が、功利主義と、なんか、反功利主義みたいな比べ方で、なんか功利主義っていうのは、大多数の幸せがアップすればいいじゃん。っていうやつで、で、なんかそれに対して、なんか仮にそうだったとしても、その犠牲になる人がいるんだったら、その手法は、なんか決してジャスティファイされてはいけないっていう、なんかこう結構バチバチ戦うやつの比べ方。2個目、救える人数とかで勝てなかったら、アクターの解像度を高める。っていうのは、なんか同じ人たちを助けようとしてたりとか、あとはなんか、同じ人たちを助けようとしてて、結果的に相手の方が、なんかちょっと人数多そうだなみたいな、やばって思ったときは、多分なんか、もうちょっと、こう、どういう、具体的にどういうアクターを本当は助けたいのかっていうのを分析を付け加えて、じゃあ実際、その私たちはこの人たちをちゃんと助ける。方法を取ってるけど、相手は、なんか確かに大多数の人は助けられてるけど、大多数のはなんか別にそんな助けなくていい人のやつだよね、みたいな感じで比べる。うんうんうん。三つ目、選択肢の質の比較っていうのがあって、なんかチョイスのなんか問題だとよくあるのが、なんか free choice must not be forced, it must be rational.っていうのがあって、じゃあ、その本当にフォースされてないのかとか、ラショナリティあるのかっていう比べ方が一つできて、で、あともう一つは、なんか、まあ、do they deserve it? みたいな。その、例えば喫煙者と、なんか非喫煙者が、なんか、医療リソースが少なかった時に、なんか、じゃあ、その非喫煙者に優先しますっていうふうに言ったら、なんでそれはいいのみたいな。なんか、なんでかっていうと、その、非喫煙者たち、人たちは自分の健康を害さないように今まですごい頑張ってきた喫煙者に比べたら、だからこそそっちの方が優先されるべきだ、みたいな。そのなんか選択肢を今までしてきたけど、そのなんかこう選択肢の質がやっぱり違う。なんか、the choice to not smoke and choice to smoke is なんかそういう意味では同質のものじゃないっていうふうに言えて、で逆になんかその同質な時もあって、例えばそのバントバッコとか、バンスモーキングインパブリックとかだったら、その、the choice not to smoke and the choice to smoke is probably the same. なんだろう、その、どっちもそういう選択肢はあっていい。けれど、なんか、その、両方の選択肢が同質というふうに捉えた場合に、喫煙者の、なんか喫煙できる場所をリストリクトするっていうことは、一応彼らのフリーダムトゥスモークっていうのは守れるし、そしてそのフリーダムトゥビーフリーフロムセカンドハンドスモーキングとか、その自分がこう選択してないその、
なんだろう、そういう害からも守られるべき、守られたいっていう選択っていうのも、あ、権利か、権利もなんか守れるよねっていうふうに言うとかかな。いいっすね。うん。一番、はい、あの上の、たとえゴールが達成できても、少数の人が犠牲になっちゃダメ、バーサス功利主義。僕は結構推してるモーションは、This House do torture terrorism みたいな。ああ、テロリスト。っていうのは僕は、もうその、この一番上のコンパリソンを勉強したかったら、そのモーション一回やってみればっていうぐらい結構おすすめのモーションです。うん、はい。確かに。こう、たとえ、こう、テロリスト一人捕まえて、早くアジトの場所出せみたいな、早く爆弾の製造工場、派遣みたいな感じで、こう、水攻めとか、こうして、例えばこう、ね、サリンとか毒とか、爆薬とかの場所を漏らしたとして、発見できたとしても、そのベネフィットって、本当この拷問によってやっちゃダメじゃんっていう、本当にね、なんか、やっぱりこうディベートやってると、数がどっちの方が救えるかみたいなこうシンプルなコンパリソンっていうのはすごくよく用いられてて、うん、確かにっていう、すごくわかるんですが、うん、よくよく考えたら、本当に数だけで比べていいのかなっていうのがまさにこの一番上のコンパリソンのクライテリアなんで、ぜひ、はい。なんか、多分アカデミックディベートだと結構数の勝負とかで、やっぱそのエビデンス勝負になってくるから、うんうん、ここで数だけになるかもしれないんだけど、パールはそこまでなんかエビデンスを用いれないのもあるから、その社会としてどういう、こう、なんか選択肢をするべきなのかって考えたときに、まあ、例えその、サスペクテッドテロリストだったとしても、なんかテロリストからそもそも社会を守りたい理由としては、人々の命を守るとか、人々の自由を守るとか、そういうことなんだから、そういう社会を実現したいのに、テロリストの自由を、なんかサスペクトとかだけで、こう、そこまで侵害すると、なんかこう、それはなんか、やっちゃいけないことだよね、みたいな感じで、こう、ちょっと綺麗事っぽいけど、まあ、うん。言える。そうですね。